今回もグローバルさんですね、ワインセラーの説明を受けたいと思いまして参りました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや今回はですね、グローバルさんが、まあ、代理店をしてらっしゃって売ってる、まあ超有名ワインセラーシャンブレアについての説明をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。これはね高いよ正直高い。フォルモネ、何こう質実剛健感がすごいよね。おっしゃる通りです。質実剛健、ドイツ製で、もういい部品ばっかり使ってますので、いやー、ファンビドに比べるとお値段は上がりますけれども、例えば、この扉の二重ガラスの間にも基準の高い機体を入れて、温度変化をしないようにガラス面でも防げる。なるほど。で、壁側の断熱材もかなりしっかり入れてますし、あとコンプレッサー周りのクッションも大きいものを使ってます。中身を守るっていう仕組みに費用かけてますので、なるほど。長期熟成のこのいいワインを寝かせておくには最高のワインになります。間違いない。長期熟成だ。省エネっていうところをすごく考えていて、はいはい、作り出した利益を保つために先ほどの仕組みを作ってるんですけど、この開けた時にも利益が逃げないように。はい、いける間、ファインが止まります。止まり始めた、止まり始めた。おー、逃げません。あ、確かにね、逃げましたね。ちょっとこっちに出ちゃいます。閉めるとまた、で循環してます。おー、動きました。動きましたよ。おー、考えてらっしゃる。これさっき、すごいですね。分厚い。やっぱりドイツ。そして確か保証が本体にもコンプレッサーも両方とも5年保証ですよね。長く取り消すだけ、あの内側に塩を持って。なるほどね。ボトルを入れるものって増やせるんですか？あの追加できます。はい、この検査棚もオプションで販売してます。これはヨーロッパでも地下にカーブのないようなところでも高級な施設とかに入ってますし、豪華客船ですとか、あと国内でも高級レストラン、ホテルにも使っていただいてます。あと常連階級の方に納めさせてもらってます。ルカティアン、はい、僕たちの友達でダイゴってやつがいたね。あいつんちむちゃくちゃシャンブレアあったよね。シャンブレアだらけでした。あいつやばかったもんね。確かにいいワイン保存してるからね。間違いない。もうセラー一つでちょっと分かっちゃうな。分かっちゃう。いやなんか皆さんあれですよ、ご友人がですねシャンブレアのワインセラーを持っていたら稼いでんなと思ってください。間違いなく。間違いないです。中に入ってるワインにも期待できる。そうだね、はい。なんか前なんかちらっと誰かさんから聞いたやつだと、なんかすごく有名な方がそれこそ映画監督とかが世界の何々さんとかがですねこうね使ってるっていうのも噂で聞いたりとかもしましたね。やっぱそれくらいやっぱり金に糸目をつけずきちんとした本当に品質が欲しいという方が選んでるイメージが僕はあります。シャムレアはやっぱり、ね、せっかくなら美味しい状態飲みたいですね。でいいワインを持ってる人たちね。まあ、確かにさ、いいワインでさ、ちなみにこれ、2タイプしかないんですか、シャンベアは。この2タイプの展開。なるほど。お値段は、ざっくり。値段は、こちらで70万円。70万円。なるほど。でずくちゃん、そう思ったときにさ、70と50って考えたときによ、で、1本あたりさ、ロマネコンティをさ、なんかさ、こう何本も入れてるような人間だったらさ、そりゃ70万ぐらい投資はするわな。します、ね、本当に。ね、そんなだって1本数百万とかね100万とか超えるようなワインがさ、それはちょっと微妙に信用できない、ね、ワインセラーに入れてぶっ飛ぶぐらいだったら確かにこのシャンブレアは間違いないと思うな。いや、やっぱり最高品質シャンブレアでございますね。いや欲しいね、ズカちゃんこれね。でもクソもそうだね。本当に
ハンドルってこれって、はい、右開き左開きっていうのは、確かに、あ、これはですね、扉の開き向きは、うん、両タイプございます。これの逆もありますし、これの逆もあります。なるほど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 。じゃあその発注の時にそれは選べるってことなんですね。お値段一緒です。あ、確かに。じゃあそれでそうです、はい、ああ、なるほどね。何、ずかちゃんはこう観音開きをさせたいタイプかい？もしちょっとこっちが狭かったらこうだと思う。そんなさ、温度のことを考えなきゃいけない僕たちだ、はい、そんな無駄にさ2つのセラーをさ開けるか一緒に。いや、ちょっとあれです。なんだ、それ気もあるかな、気分か、気分で。まあ確かに、なんかまあいざとなった時にこうね、移動しないでいいっていう風に考えたら、確かにね、あの右左左空き両方止まった方が、そうだね、ありがとう、左側だね。このファンビーノはこう右空き左空きっていうのは決まってるんですか？これなんかパッと見左空きのみみたいな。そうですね、全部こっち向きにしてますが、うん、全部逆向きも商品ございます。あ、ちゃんとあるんですね、はい、なるほどなるほど。え、それってやっぱり最初からの発注の時にもう決め、自分たちではできない？そうですね、決めていただいたものを。なんかね、こうできればね、こう自分たちでよし、ちょっと右、物件的にこうやって右がいいな左がいいなって、なんか位とか変えた時とかするときにね、できればいいんだけどね。冷蔵庫もできない。さすがにそれはできないですね、すみません。え、ちなみにこれは全タイプ右空き左空きが選べる、37本入りの小型であれば、この向きだけ。あ、これはワンタイプ。なるほどなるほど。ここからは選べる。全然逆もあります。なるほどなるほど。すごい。いや、初めて知りました。初めて知るね。やっぱりそういうこと多い。うん、やっぱり改めて聞いてみるとやっぱりそういうことありますね。いや、ありがとうございます。購入際、右か左かは、ちょっと置く場所に地形。置き場を考えてね、はい、いいと思います。はい、中華さは思うんだけど、やっぱりいい家に住んだらこういうの入れたいですね。うん、ちょっと僕たちみたいなあんなね小さい家じゃダメだ。もう家のなんか結構大きい容量をこれに占められちゃうね。やっぱりシャンブレアはちょっと憧れのワインセラーでございます。欲しい、最高品質をお買い求めになりたい方はシャムレアをぜひよろしくお願いいたします。ってことで今回はじゃあシャムレアの説明でございましたけど、長野さん何か言いたいことありますか？はい、最後に一言。シャムレアを示しております。クローバルまでお届けありがとうございます。はい、ということでね、こうシャンブレアとファンビーノの、ね、説明をですね、今回いろいろと受けましたけど、ずかちゃん学んだね、はい、欲しいのどっち？欲しいですけど欲しいですけど、実際のレストランとかで働くんだったらこっちが欲しいかなって思いますね。なるほど、やっぱりディスプレイとしてちょうどいい、で出し入れもしやすい。出し入れもしやすいね、わかるわかる。シャンブレアいらないの？シャンブレ欲しい。シャンブレ欲しいよね。シャンブレ置いといたらなんかね、ちょっと自分の質も上がりそうな。ああ、ちょっとバイブスが上がっちゃう。レベルが上がりそうですね。思ったのがさ、やっぱりファンビーノの方はまあこっち側はまあ言ってみればデイリーワインだったりとか、まあ言ってみればちょっとお求めやすいようなワインを置いて、まあシャンブレアはあのちょっと本当にやばいワイン、なかなか飲まないやつをまあ。まあ、こう飲食店さんでもこうね2つね2タイプを置ければ非常によろしいんじゃないかなっていうふうに思いますね。特別用途で、そう、そのグラスワイン、そう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 、すると非常に、うん、いいんじゃないかなと、そういうふうに思います。いや、面白いですねお買い求めでは、い、ありがとう。素晴らしいワインセラーでしたね。いや、勉強になりました。勉強になったね。やっぱりね、こういいものを見るということは大切でございますし、やっぱりシャンブレア、やっぱりね抜きんでた存在だと思います。今ちゃんと話聞くのは違いますね。ね、ぜひね、いろんなね、そんな面白いチップス出しておりますので、はい、いいなと思ってここで
チャンネル登録などぜひよろしくお願いいたします。ご覧のままに。はい、ぜひね、いいねなどもよろしくお願いします。